はい、皆さんこんにちは。ネモです。しずです。はい、ネモジュン TV です。ジュン TV です。今日はですね、はい、ジュンさんが働いているパルパルメクチで、はい、新メニューもあるということで、はい、しずさんと一緒にね、はい、その料理を食べに来ましたので、はい、ジュンさんの働きぶりと美味しい料理をちょっとね、はい、食べてみたいと思いますので、楽しみですね。はい、楽しみですね。ね、どんなメニューがあるんでしょうか。はい、行きましょう。行ってみましょう。はい。ネモジュン TV。はい、今ね、はい、入ろうと思うんですが、はい、早速じゅんさんが見えます。働いておりますね、はい、ちょっと行きましょう。はい、今はトーストを焼いております。はい、じゅんさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、トースト焼いてます。やってきましたよ。はい、はい、では中で今日はちょっと新メニューを、はい、いただきたいと思いますので、いただいてみたいと思います。かしこまりました。今日はとんこつラーメンも作りましょうか。豚骨ラーメンできますか？できないです。できないと。では中行きたいと思います。はい。じゃあ今から、プルコギのピザを作りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、この中に入れて焼くんですけど、ちょっと熱いのでここは気をつけないと、こんな感じで焼けしちゃいます、ね。はい、気をつけてください。はい、まずピザの生地にピザのソースを塗っていきます。でも結構ピザとかは夜やっぱりお酒のつまみで頼む人が多いんですけど、うん、お昼もね、やっぱ直接頼む人多いんで、プルコギって何なのかっていうと、なんか肉の細切れが乗ってるだけなんですけど、うん、結構美味しいんですよ、うん、食べたことないですね、私も。ネモさんに食べていただこうと思います。はい、玉ねぎをし、その上にね、チーズをぶっかけていきます。ここでね、あのピーマンくんも乗せていきます。こちらなんですか？これパイナップル。そう、パイナップル好きでしょ。パイナップル、パイナップル好きだけど、これ温めたやつはどうかな。結構美味しいんですよ、パイナップル。ハワイアンですね、これ。いや、ここハワイじゃなくてコリアです。おー、うん。プルコギにパイナップルが乗るの？そう、プルコギにパイナップルが乗るんですけど、ネモさん結構あのパイナップル好きじゃないですか。うん。ね、フルーツネモって言われたぐらいだから。いや、言われてないですけどね。プルコギは好きだけどね。そうやね。これ結構美味しいんですよね。うん。で、まんべんなくまぶしつつ、でトッピング完成ですね。でここからが肝なんですよ。秘伝のソースをねかけるんですけど、これは企業秘密。はい。あとマヨネージュ。かけて。これでトッピング終わりです。はい。あとは5分ずつ焼けば終了です。楽しみです。待ちたいと思います。今日のねアルバイトはね、ジェヒョン君。ジェヒョン君、はい、こんにちは。Where are you from? テハミング。テハミング、うん、ハムサラミ。はい、今何歳？すみません。おー、イルボのアルゴイスです。おお、日本語わかる？アニメーションで。アニメーションで日本語少しわかるそうです。これね、自分満夜アホソ。うん。19歳。19歳。うん。わあ。もうバリバリね。若いね。若い頃やね。はい。息子だな、息子。そうですね。今からですね、はい、トッポギのとんかつ揚げ。とんかつ揚げ、うん、トッポギとんかつ揚げ、トッポギとんかつってやつを作ります。
あ、ちょっと見たことないですね。ところがどっこい日本韓国の折衷料理ってやつですね。なるほどですね。これが結構人気あって今日もいっぱい売れたんですよ。あ、本当ですか。うん、へえ、人気商品なんだね。人気ですね。お、結構お酒のつまみともしても出ていくし。まずピザよりもやっぱりトッポギの方が早くできましたね。実際もちがね、結構本当だ、もちがもちもちしてますよ。お、さすが。それでね、この子をね、とんかつがいるじゃない、はい、こうやってね、箸に並べてね、うん、美味しそうだな。折衷料理完成。完成。でれーん。じゃじゃん。ピザが焼き上がりました。で、青のりをかけます。お、お好み焼きみたいだね。完成。完成です。じゃあ、じゅんさんいただきたいと思います。はい、あ、来ました。トッポギピザ、トッポギトンカツ。トッポギトンカツ美味しそう。これ美味しそうやね。美味しそうだ。わ、じゅんさんありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあまずインディアンで乾杯。はい、インディアンで乾杯します。おインディアンで乾杯。インディアじゃないんだよね。インディカ。あ、インディカでした。すいません。すいません、インディカでした。いただきます。うん、なんかスチュメクチュって感じですね。フルーティー、香りがフルーティーですね。フルーティーで美味しいです、はい、飲みやすいです。はい、はい、いただきます。いただきます。シュルームでいただきたいと思います。いただきます。初めてです。ね、初めて。パイナップルが取れちゃう。ちょっと難しいですね。美味しい。うん、美味しい。ジュンさん、美味しいよ。このピザ生地がサクサクしてて美味しいですね、ここサクサクで、うんうん、ソースが、本当にソースが美味しいです。美味しいわ。とんかつトッポッキもちょっといただきましょうか。とんかつ、トッポッキの中にとんかつが浮いてると。はい、ちょっと小さめですね、これは。食べやすそうですね、小さいから、ね、本当に、うん、で、このとんかつもちょっとね、はい、ソースをかけつつ、だからこのトッポッキのソースでね、とんかつをいただくような感じで、日本料理とんかつソースじゃなくてね、でまずトッポッキから、はい、ね、トッポッキから、うん、もうもちもちしてます。一口サイズで食べやすいし、うん、このトンカツとこのソースで食べると、うん、美味しいですか？美味しいよ。うん、ちょっといただいてみます。なんかすごいね、人気あるんだってこれ今。うん、このトッポッキのトンカツが、うんうん、うん、美味しいね。お酒のつまみみたいな感じで、うん、このトッポッキのソースで食べるとんかつも美味しいね。うん、ね、うん、美味しい美味しい。ジュンさん、うん、とんかつがこのソースに合うね。うん、うん、ちょっとひたひたになりながらね。韓国式、うん、うん、結構ね、スンデとかも一緒にこうつけて食べれますもんね、韓国の方ってね。美味しい、うん、これは人気がある意味がわかるね。美味しいよ本当に。私もあんまり正直とんかつ好きじゃないんですけど、うん、こう食べるとちょっとこう脂っこさがね、うんうん、こう薄まる感じで、薄まって、うんうん、ビールに合いますね。ビールに合うね、はい、本当にビールに合いますよ、はい、パセリがかかってます
なんかジョンさん青のりって言ってましたけど、え、青のりなんだ。韓国で青のりってなかなかね、パセリですよね。パセリですよね、うん、青のりっぽくなんか密集してるから一緒なの、青のりなのかと思ったけどでお好み焼きかなって言ったんですけど、パセリですよね。パセリですね。タイはたくさんは乗っかってないですよ、ちょっとだけ。タイはちょっとだけね。肉はでもたっぷり、ソースもたっぷりで、うん、美味しい。美味しいですよ、皆さん。店長出したかったんですけど、店長休みです。あ、今日そう、前回の動画でね、店長紹介するって言ったんですけど、あ、そうなんですね。ちょっとお休みみたいで申し訳ないですね。いなかった。なんていうんですか、ここピザの縁の部分、うん、生地の縁、うん、日本でもこの部分によくチーズがあったりとか、チーズ入ったりとかね、うん、韓国だったら小熊とかあるじゃないですか。パンの耳、パンの耳、あ、パンの耳か。これ本当パンっぽくないですよね。本当、ね、パイみたいな。パイですね。パイです。パイじゃない。3.14 といくやつかな。え？パイ。3.14。円周率ってパイじゃなかったっけか。そう。私あれだと思った。麻雀のパイ。なかったです。ありますよ。ね。うん、女の子で、ね、女性同士で来て韓国に旅行来たらやっぱいろんなとこ回りたいから、うん、私だったらやっぱり一つのとこでたくさんは食べたくないんですよ、うん、できる限りこう一日で何軒も回りたい欲があるので、うん、こう雰囲気 を味わいたいんで、うん、ちょっと食べてまた2軒行って、もう1日カフェとか3軒4軒行きたいぐらいの気持ちはあるんです。そういう何軒もはしごしたいっていう欲があるんですね。そうなんですよ、うん、ということで今日は、はい、ごちそうさまでした。今日はですね、パラパラメクチュに来まして、はい、まあ、新メニューのご紹介ということで、はい、ね、ジュンさんにね作っていただいたんですけども、美味しかったです。本当にプルコギピザ美味しいね、うん、ソースと肉とこうね美味しいですね。そう、このとんかつの入ったトッポッキも美味しかったので、うん、まあ、参考にしていただいて、はい、もしこれになりましたらね、うん、まあ、来ていただいてジュンさんにちょっと作ってもらったらいいんじゃないかなと思います、はい、思います。はい、じゃあ皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。ジュンさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いただきます。はい、今、はい、おしご飯中です。まかないご飯で、はい、美味しくいただきましたので、今日はどうもありがとうございました。いや、こちらこそ。はい、ではまたまた遊びに来てください。はい、次回の動画でお会いしましょう。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしたいと思います。はい、はい、さよなら。